冬季産業再生機構が日本のスキー場を活性化させるための人材を公募します。日本のスキー場は都心部からのアクセスがよく、積雪も多いことから訪日外国人の人気を集めていて、観光資源として期待されていますが、スキー人口の減少などで経営難に追い込まれるスキー場も増えています。インバウンド需要が見込まれる中、スキー場を成長させ、地域活性化にもつなげられる人材を得たいということです。全く違う角度を持っていらっしゃる方たちと一緒に違う視点でちょっと見れるような方を求めてますね。